はい、皆さんご一緒に。ごはんのハノです。今日もフォートナイトをしていきます。今日はシーズン8初デュオビクロイです。ということで本日はデュオビクロイということなんですけど、前半を取り忘れてしまいました。すいません。クラッキーによりて第一就職が終わって第二就職が始まってるくらいのところです。なんかね、アンチューンが結構良くてこっち寄りのアンチで進んでたのであんまり移動がなく来ていました。ここでね、愛しのね、コッコをね抱っこして走るっていう。最近コッコ捕まえるの上手くなってちょっとコッコ使って移動してました。ここはね、コッコの群れを作りたかったんです。私はココいっぱい集めたかった。あ、一番ここだ。この前にもね、ちょっと戦闘をしてて勝てたんですよ。結構なんかそこそこ建築してくる人とかを倒してて、私が一人倒してて、ノンさん一人倒してるぐらいなのかな。しっかりやってきました。勝ちました。やった。で、建材を集めながらアンチ内でどうしようどうしようと言ってますね。これホタルでダメージ入ったんですけど、多分リーコンやっても効かんないから動物かなっていう話をしてました。動物は、動物も表示あったっけ。おお、見てし、すげえ、ホタルいっぱいだ。ホタルをね、いっぱい投げて、下のね、やっぱブッシュが怖いから綺麗にしました。なんかね、敵さんがいないんですよ、こっちの方。みんなどこ行ったんだろう。全然敵さんが見えないし、撃れないし、建材を増やす。届かないよ。リブートされたね。リブートされて、リスキーでリブートされてるのかな。あの辺に敵がいっぱいいるって言ってますね。残り人数ももう少ない。そっか、ここでこっちも落とせる。そう、私スイッチでやってるから、スイッチ録画機能自動じゃないからさ、全然自分で押してからポチってやってからやんなきゃいけないんだけど、どうしても忘れちゃって、だいたい忘れた時にビクロイ撮るっていう流れなんだけど、まあ、今回もまさにそれで、いや本当にだいぶ長い時間撮り忘れちゃったから、いつもの半分ぐらいしか動画ありません。どっちを買うんですか。これやばいか。ブッシュにはいなさそうですね。あ、石もないな。いや、リーコンがマジで便利って言いながら、戦闘中にうまくリーコン出て、リーコン使えないんですけど、なんか焦ってるとね、ピコンって光らすの忘れちゃう。あれ、まだ聞いたの。リスキーで、なんだっけ、リブートされたからリスキーにホタルを投げようとしてました。ホタルが高いの。またリブートされてますね。どこ、もう一回やっぱり投げてくることにしましたね。たださ、飛距離がさ全然なくて手前に落ちちゃった。ここで多分ね、強い人たちが嫌ってくれたのかな。投げない。アンチ内でね、出てくるのを待ちます。いっぱい投げとけばね、みんな火傷してくれるだろうっていう魂胆ですね。こちら一発も当たらない対空でございます。終わった。で、その先にノンさんが倒してくれた。で、後ろから来た人を倒します。これね、この人たちめっちゃ武器がキラキラだったの。あ、キーボン出てきた。やばいね、こいつら。あ、弾も持ってない。もう一人の方はね、あれも持ってた。ベノも持ってた。危ない。これやばすぎ、油断大敵ってやつ。あそこだ。ドラゴンブレスやっぱね、熱いよね。熱いし、痛いし。ちょっと下ってしまった。一人、しろ。許した。
この日ね、ちょっとやっぱ電波が悪くて、うまく建築が立たないんですよね。突然目の前に壁が出現する。そのノーさんがいる方と違う方からこっそり打つとだいぶ削れることに気づいて、私はそれをやってます。あ、直してんな。一人落とした。した。飛ばされてびっくりしましたね。で、ここで敵を見失うっていう。何のためのリーコン？一人落とした。さ、ベノム持ってるからリーコンで光らせれば簡単に当たるのに。やった。一人やったよ。あ、来てる。これの目が高すぎる。ナイスビクロイということで、これでビクロイですとね。今回はシーズン8初デュオビクロイなんですけど、あんまり戦闘シーンが撮れてなくて、ちょっとねボリュームは少ないんですけど、2人で6人倒してビクロイを撮りました。やった。やっぱね、移動がね少ないとね、接敵もそんなに多くないから勝ちやすいのかなって思いました。なんかね、今日勝てる気がするって言ってたらね、勝ったから。やっぱ気持ちの問題も大事ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。これからもどんどん動画上げていくので楽しみにしていてください。それではバイバーイ。